は誰であろうと幸福に生きる権利を持っている。だが君らはいささか品がないな。デリッキャに奏でろよ。イムヌ・フネネールを冷たくなった友に聞かせるようにさ。ああ、頭いかれてんのか。いいからさっさと金目のもん出せ。ぶっ殺しますオラ。トレビアン、今のはいい、いい音だ。なんなんだこいつ、気味悪いな。さあ、さっさとぶっ殺せ。金目のもんはその後奪えばいい。こいつと一緒に身ぐるみ剥いでやろうか。ないさ。だが幸福な音を取り損ねてしまったよ。え、音ですか。ルジストル。クラポティに録音したマドモアゼルの声を再生したのさ。え？すごいです。一体どうやったんですか？どうやって？なかなか難しいことを聞くね。そうだな。音を拾ってクラポティにポイッとしまっただけさ。とにかく一度しまってしまえば好きなだけ聞けるのさ。ほらこんな風にね。ルジストル。うわあ、これ波の音か。うわあ、こっちの貝殻からは鳥さんたち。
局全然よくわからねえけど、兄ちゃんがすっげえってことだけは分かったぜ。俺の素晴らしさが分かるとはね。気に入ったよ。でも説明は下手なんだな。やってもらうまで全然分からなかったぜ。あ、確かにそうかもです。俺の唯一の欠点を即座に見抜くとは。やはり気に入ったよ、君ら。だからこそ惜しいな。あのまま放っておいてくれたら、もっと素晴らしい幸福な音を録音し、君らに聞かせてあげられたのに。ごめんなさい。もしかして私たち、お兄さんの邪魔しちゃいましたか？の君らのおかげで骨を痛めた程度で済んだからね。それにお気に入りの服も無事だ。行きつけのレストランのドレスコードを守ることができたよ。ああそうだ、この後そのレストランへ行くんだけど、君らもどうだい？どうします？損はさせないさ。さあ行こう、決まりだ。ちょ待てって、たく強引だな。改めて君らに感謝を。俺はロベリア、全空一の天才魔術師さ。全空一だなんてずいぶん大きく出るじゃねえか。そんなにすげえ兄ちゃんだったのか？ウィ、なんせコンセールを使えるのはこの空で俺だけだからね。それってあの貝殻、クラポティだ。次は間違えないでくれ、マドモアゼル。ごめんなさい。クラポティですね。いいさ、間違いは誰にでもあるからね。それにご明察通りだ。コンセールはクラポティを媒体に音を操る俺のオリジナル魔術だよ。ルジストルはそのうちの一つさ。他にもいろんなことができる。例えばこんなのとか。耳に当ててごらん。聞こえるかい？これはメサージュという魔術だ。クラポティを媒体に
遠くにいる相手に声を届ける魔術さ。島と島程度の距離はもちろんのこと、たとえ区域が離れていても声を届けられるんだ。空域が離れていても？そんなすげえことができるのか？まあ試してみたことはないがね。ないのかよ。うっすら思ってたけど、やっぱり変なやつだなお前。でも愛嬌があっていいだろ。自分で言うことじゃねえだろ。でも確かに面白いな、クラポティ兄ちゃん。いいね、そのニックネーム。光栄だよ。さて、このまま俺がいかに天才かを語るのもなかなかに面白いとは思うが、よければ君らの話を聞かせてほしいな。オイラたちの団長と言ったかな。君その年にしては随分と腕が立つようだ。一体何を目的に掲げ、どんな修羅場をくぐり抜けてきたんだい？なるほど、なるほどね。君らは歴戦の貴空士ってわけだ。しかしここまで腕が立つ貴空士さんに会えるとはね。これは運命か。それはカードですか？ここは数百年前、白雨戦争の戦場さ。白雨戦争？このカードの中に白雨戦争の記憶が眠っていてね、君らをそこに招待したのさ。これもコンセールってやつなのか？ノン、これはこの世界を滅ぼそうとする巨悪と戦うための正義の力さ。世界を滅ぼす巨悪？なんだよそれ。実はこの記憶の世界は、空の世界の破滅を目論む聖少獣があるものを探すために作り上げたんだ。どうやらそれさえ見つかれば、奴はたやすく世界を滅ぼし、新世界とやらを想像できてしまうらしいんだ。だから奴は躍起になって、この記憶の世界で何度も何度も白雨戦争を繰り返しているんだよ。そこまでして聖少獣は何を探しているんだよ。星の民が
空のために勝利するパターンだよ。それがこの世界で見つかり次第、聖少獣はそれを応用し、空の世界を瞬く間に滅ぼしてしまうだろうね。そんなの絶対に止めなきゃ。ウィ、その通り、絶対に止めなきゃならない。だからこそ俺は記憶の世界に潜り、幾度も繰り返される戦争に勝利し、聖少獣の目論みを阻止していたんだ。だが今や俺は手負いの身、戦争に勝つのは難しいかもしれない。そこで歴戦の機空士である君らにぜひとも代理を依頼したいんだ。代理ってクラポティ兄ちゃんの代わりに戦争しろってことだよな。礼はいくらでもしようじゃないか。どうか協力してくれないか。頼れるのは君らしかいないんだ。そうだ、特別に俺のこの天才的な魔術を君らのために使ってもいい。すげえ自信家だな、クラポティ兄ちゃん。確かにな、世界が滅びちまうかもしれねえのに放っておけねえよ。はい、悪い聖少獣の思い通りになんかさせません。トレッピアン、ならこのカードは君らが持っておいてくれた方がいいな。このカードさえあれば記憶の世界に入れるからね。コンサートの入場券みたいなものさ。それとこれはどこにいても俺と会話できるクラポティだ。念のため持っておいてくれ。おう、確かに受け取ったぜ。それじゃあ頼んだよ、団長、ビルリア。順調のようだね、団長。
これぐらいなら余裕だぜ。さすが歴戦の勇猛な貴空師だ。引き続き頼んだよ。それにしてもこの魔術本当にすげえな。この世界にもちゃんと声が届いちゃうんですもんね。ロベリアさんすごいです。でもよ、こんなすげえ魔術が使えるならあいつ有名になっててもおかしくないよな。確かに。でもロベリアさんやコンセールのことなんて初めて知りました。なんでなんだろうな。あ、アラテカ行くぞ。想像以上の実力だな、団長。なあ、見てみろよ。やはり団長は俺の同類だと思わないかい？どんな敵が出てきても華麗に破壊していく。なんて幸福な音を奏でるんだ。うずいてしまう。くっ、おいおい、お前もか。エレガンスに振る舞いよ。はしたないぜ。お利口だ。そう、まだ早いさ。まだね。どうしたんだ、ルリア。いえ、今一瞬すごく嫌な感じがして。嫌な感じ？もしかして新手の敵か？いえ、多分違うと思います。さっきまで戦ってきたどの敵よりも怖くて嫌な感じがしたんです。
メルシーメルシー、お疲れ様団長。おかげで本当に助かったよ。これだけやればもう十分。青少獣も諦めるだろうな。それじゃあ世界は救われたってことか。ウィー、君らのおかげでね。本当に感謝してるよ。お礼と言っちゃなんだが、今日は俺のおごりだ。好きなだけ飲み食いしてくれ。ありがとうございます、ラベリアさん。さあ乾杯をしよう。世界を救った英雄に改めて感謝を。3って3、え？乾杯という意味さ。俺の故郷の言葉だ。へえ、もしかしてトレビアンとかクラポッティもそうなんですか？ウィー、全部パパとママに教えてもらった言葉なんだ。その不思議な言葉、両親譲りだったんだな。二人は言葉以外にも大切なことをたくさん俺に教えてくれたよ。例えば、人は誰であろうと幸福に生きる権利がある。これはパパとママが教えてくれた言葉で、今も俺の心情になっているのさ。とってもいいお父さんとお母さんなんですね。私、会ってみたいです。会うことは叶わないが、聞くことはできるよ。お、あの魔術か。遠いとこにいるやつと会話できる、メサージュだっけ。ノンノン、今から使うのはルジストルの方だよ。メサージュを使っても無意味さ。絶対に繋がらないからね。さあ聞いてくれ。これが俺のパパとママだ。ルジストル。なんですか？この音。なんか気持ち悪いな。貝殻、いや、クラポティ間違えたんじゃねえのか。間違えるものか。これがパパさ。え、今の音がですか。ああ、なんて心地よい音なんだ。内側から一瞬で肉と骨が破裂して弾け飛ぶ様は、まるで命の灯火。パパは儚い命の歌をその身で奏でてくれたんだ。トレビアン、何度聞いても心が満たされる。あ、これが幸福。ロベリアさん、もっと失礼、エレガンスに振る舞うべきだった。俺としたことがはしたない。それに
食事の前だったね。それならばママを先に聞いてもらうべきだったな。レジストル。肉と骨がミンチになる音とママの綺麗な声が混ざって生まれるハルモニー。トレビアン。やっぱりママの音とブイヤベースパスタはよく絡み合う。まさにお袋の味だ。サボン。おい、狂ってやがる。おや、どうしたんだい。こんなにも幸福な音が響いているのにどうしてそんな顔をするのさ。ああそうか、気に入らなかったんだね。それは残念。ならアウギュステの浜辺で遊んでいた少年か、森で暮らしていた少女、この辺りなんてどうかな。他にもまだまだたくさんある。ご希望があったらいくらでも。ふざけんな、そんなもん聞きたくねえ。っていうかお前、そんな音どうやって。まさか殺して録音したんじゃないだろうな。なんだよそれ。人を壊した音を録音した何よりも大切なクラポティコレクションさ。嘘だろ。これ何百あるんだよ。こんなのまだ一握りさ。一度に見せてあげたいけど、ここはいささか狭いね。一度に出してしまえば部屋中思い出だらけになってしまうよ。なんなんだよ、何が目的なんだよお前。幸福に生きようとしただけさ。人は誰であろうと幸福に生きる権利を持っているんだからね。俺はただそれに従っただけだよ。君らだって幸福になるためなら何だってするだろう。
団長、エレガンスに振る舞いよ。はしたないぜ。マドマーゼルが床のシミになるとこなんて見たくないだろ。ほら、遠慮するな。君らも座るといい。ああ、外のことは気にするな。これまでの音は全部漏れないように操作してるからね。おっと、これから鳴る音もか。くっ、昔話を聞いてほしいだけさ。ほら、どうした？座りなって。人は誰であろうと幸福に生きる権利を持っているんだよ。ロベリアも例外なくね。その才能を使えばお前は必ず幸福になれる。ロベリア、お前は天才だ。必ず成功する。幸せに生きろよ、ロベリア。ロベリア、ああ、大丈夫か？怪我はしてないか？大丈夫？ロベリア、どうしたの？この感触、この音、ああ、なんだこの感覚は。この心が満たされる感覚は。ああ、そうか、物が壊れるこの音、この音が幸福なんだ。無機物でこれなら、くっは、
生き物だとどれほど。ロベリア、もしかしてどこか撃ったのか。大丈夫、大丈夫だよパパ、もう大丈夫だ。俺は幸福に生きれるよ。何？パパ、パパ、なんて幸せな音を奏でるんだ。トレビアン、パパ、何？ロベリア、いやママ、ママは一体どんな音がするの？心の底から生を感じるよ。メルシー、ジュデーン、パパ、ママ、俺は幸福に生きてみせるよ。
ふん、俺は天才だ。それは誰もが認めることだが、俺の天才的魔術が世界に広まってしまえば、きっと幸福でいられなくなるな。ならばひっそりと地味に生きよう。無名のままただ幸福な人生を歩み続けよう。今日のお供、幸福には程遠いな。もっとアルモニーが生まれる幸福な音を聞きたいのに。満たされない。誰の音を聞いても全く満たされない。俺を幸福にしてくれたのはパパ、ママ、二人だけだよ。これはカードか。くすんでよく見えないが、描かれているのは塔の絵か。倒壊する建物の音、押しつぶされ弾る数多の命の音、一瞬の悲鳴。なんてアルモニーだ。トレビアン。これは間違い、跡形もなく。ああ、なんてことだ。くっ
まさにパルフェな破壊だ。君がこれをやったんだね。久々だよ、こんなにも満たされたのは。君は魔物、それとも青少獣とかいうやつかい。いや、なんだっていい、どうでもいい。今は君に敬意を。これほどまでパルフェな破壊をしてみせた君に感謝を。おかげで気がつけたよ、俺がなんてちっぽけで愚かな存在だということに。今まで幸福のためといい、目立たないよう隠れながら小さな破壊ばかりしていた。だがそれは結果として俺を不幸にしていた。君のようなパルフェな破壊を俺はやってみたい。幸福に生きるためにな、見習わせてくれよ。いいだろう。
タワー、君はタワーというのか、なんて悲しく不幸な存在なんだ。君も満たされなかったんだな。それも俺よりもずっとずっと長い間だが、もう大丈夫だ。タワー、俺が君を満たしてみせる。俺と契約しよう。俺ならば絶対に君の力になれる。それに君ならば俺を満たしてくれる。俺らは幸福に生きられる。くれたんだな。光栄だ。さあ早速幸福になりに行こうじゃないか。君の力は本当に素晴らしい。ほら聞いてごらん。崩れゆく瓦礫に潰され、当該が砕けて脳症が飛び出る音だ。しかも一つじゃない、無数。まるでこれは魚卵を一気に噛み潰すかのようだ。程度じゃまだ足りない。確かに幸福だ。確かに心地がいい。だが満たされない。君もそうだ、タワー。一体何が足りない？何を壊せばいい？タワー、君ならわかるかい？
世界を滅ぼそうとするアーカルムの星小獣とロベリアさんがつながっていただなんて。待てよ、今の話聞いてる限りだとお前破壊が目的なんだよな。じゃあ最初に言ってたあれは一体何だったんだよ。世界を守るために星小獣と戦っていたんじゃなかったのか。あれか。その場で思いついたにしてはなかなかいい出来だったろう。そんな嘘ってことですか。真実はむしろ逆でね、君らが戦ってくれたおかげでいいデータが取れたんだ。これで効率よくワールドとタワーはこの世界を破壊できるよ。メルシー団長 B ルリア、これで俺らは満たされる。おかげで幸福に生きられる。くっ、あっは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 っ。自分が何言ってるか分かってんのか。人の幸福を奪っておいて自分だけ幸福になろうなんて、そんなのおかしいです。ノンノン、何もおかしくないさ。なんだと。人は誰しも幸福に生きる権利がある。だからこそ俺は幸福に生きようと全力で努めているだけなんだ。あなたが殺してしまった人にだって幸せに生きる権利はあるんですよ。おいおい、どうした。そんな当たり前のことを怒鳴るなよ。まあ他人の面倒を見るほど俺はお人よしじゃないってだけさ。こいつやっぱり狂ってやがる。はあ、悲しくなるよ。今度は狂人扱いかい。分かってくれると思ったんだけどな、同類の団長なら。こいつはお前なんかと同類じゃねえ。ノン、同類さ。だってそうだろ、団長は記憶の中とはいえ戦争で破壊を繰り返した。どんな敵が現れようと一切の躊躇なく苦悩も見せずに簡単に破壊していたじゃないか。それはお前が騙したからだろ。こいつは好きでやったわけじゃねえ。でも楽しかったろ、ワクワクしただろ、ゾクゾクしただろ。次々と現れる強敵を試行錯誤の末に破壊することを君は楽しんでいただろう。正直になってもいいんだよ、それが幸福なんだからさ。なあどうだい、思い出してごらんよ。破壊の音は心地よかったかい。
やれやれ、分かり合えないか。残念だ。本当にね。ここは悪空戦争の戦場か。ただ邪魔者は消しておいたよ。今ここにいるのは俺らだ。逃げられると思うなよ。口封じするつもりか。ノン、ただ君らを壊したい。単純に俺らは同類である君らをぐちゃぐちゃにしたいんだ。そして君らの悲鳴と血肉が弾ける、骨と臓器が混ざり合う音の最高のハルモニーを耳にしたい。永遠に保存していたい。君らが生み出す幸福な音を。君らなら俺らを満たしてくれるはずだから。さあ俺らを幸福にしてくれよ団長。やるしかねえ、行くぞ。どこからバラそう。時は満ちた。とっておきだよ。何じゃ、加護。この風を刻むのに。クラッシュ！なれ！ベス！ファッシャッシャー！クラッシュ！なっ！なれ！ベス！いい、時は満ちた。選手戦連エンコーハー！デューク・ラビナ！我が風は天を裂き、大地を砕く。ベス、愚風の軍神、伊達ではない。我が愚風は筆滅の砂漠。プラン B だ。
おしくらうがっなれバロテ。この一撃耐えられるかい。デュークラミナ受けよ防空。我が一層は終焉なり。さあ聞かせてくれ俺のために。レクルールオーバーチャー。これで終わりにするよ。とっておきだよ。ありがとな。選手宣言エンコーバー。おくらうな、うな、うなれバロテ。おし、なれ、あれ。ありがとう、大好き。私も続こう。時は満ちた。デュークラミナ。我が風は天を裂き、大地を砕く。さあ聞かせてくれ俺のために。レクルールオーバーチャー。この配線もデータ幸せ。しくじったか。痛いの痛いの飛んでけ。頼りにゾウさんないな。トレピオン。信じられない力でした。勝てたのは奇跡だ。なんて強さだよ。でもこれで終わったんだよな。まだ立てるのかよ。なん、フィナールだ。俺は失敗した。ああ都合のいい力なんてそうそうありはしないよな。今ならわかるよ。タワー、君の契約者がなぜ長いこと現れなかったのか。いや、現れては消えていたというのが正確か。何ブツブツ言ってんだ。すぐにわかるさ。ほら、ウヴェルテュールが奏でられるぜ。
起きたんだよ。これがタワーの代償だ。代償だって？タワーは契約者が一度でも破壊に失敗すると、これまでに契約者が行ってきた全ての破壊を契約者に与える。たとえ契約者が途中で死んでも、蘇らせて罰を与えるんだ。なんだって？それじゃあお前は。俺はクラポティコレクションと同じ数だけ壊され続ける。そんなさっきのはパパの破壊だ。なら次はママの。見てらんねえ。助けるぞ。余計なことをするな。俺は最高に幸福で満たされているんだ。そんな状態で何言ってんだよお前。
誰の邪魔もか。この音だ。俺が壊されるこの音、俺が死にゆくこの音。これこそ本当の幸福。俺の求めた音。ああ、満たされる。なあタワー。君もそうだろ。あっ、うわっ、あっ、あっ、俺はようやく幸福になれた。幸福に生きおせた。それ、タワーのカードか。じゃあ、クラポティ兄ちゃんの次の契約者はお前ってことなのか。ラベリアさん、
とんでもねえやつだったけど、最後はなんつうかあんまりだったよな。確かにそうかもしれねえな。あいつ信じられない数の人を殺してた殺人鬼だったもんな。それでもさすがにあんな死に方はかわいそうです。気のせいか？サリュー、ご機嫌いかがかな？ラベニアさん？これってコンセールですか？これは録音か？なら確かレジストル。ノン、これはメサージュさ。今もなお幸福の音の海を泳ぎ続けているよ。くっはほら、たった今肋骨をすりつぶされ臓器がミンチになったところだ。ああ、トレッピアン、我ながらパルフェな音だ。幸福だ。どういうことだ？それなら目の前にいるお前は一体何なんだよ。俺は俺さ。それともこの全空一の魔術師がロベリア以外に見えるのかい？俺は壊され続けながらこうしてここに存在しているのさ。なかなか難しいことを聞くね。あっちの俺はコンセールでシュシュッと作った残響で、ああでももったいないから神経は全て俺とピンとつなげて壊される音を直に感じてるんだ。それで俺自身はパッと抜けてこうして君らの前にいる。その説明の下手さ、間違いねえ、本物だ。何をしに来たんですか？おいおい、悲しいな。そんなに警戒しないでくれ。敵対するつもりは全くないよ。
俺はただ心からの感謝を伝えに来ただけさ。メルシー団長、ピルリア、今も全身で感じられる自分が壊され続けるこの幸福な音、これに出会えたのは君らのおかげだ。この音を聞き続けられるのなら俺はもう何も破壊しなくてもいい。心からそう思えるんだ。だからこそ君らにお礼がしたい。俺の全ての力を君らに捧げさせてくれ。なんだって？そんな突然すぎるぜ。それによおいらお前は信用できねえよ。さっきも言ったがもう絶対に破壊はしないと約束しよう。いやする必要がないんだ。俺らは心から満たされているんだから。俺らってタワーさんもですか？ウィー、あいつも俺を壊し続けることで最高に満たされている。だからもう俺らは世界を壊すことなんかに微塵も興味はないんだ。だから頼むよ団長、どうか尽くさせてくれ。本当に感謝しているんだ。どうするよ。ロベリアさん、私はあなたのこと絶対に許せないです。でももしも本当に私たちのために力を使ってくれるというのなら、タワーさんとあなたの力をこの世界のために使ってください。それが私たちの望みです。ウィ、君らがそう望むのならば俺は従おう。俺の全てを償いのために捧げるよ、この世界に、そして君らに。これからはぜひ君らの元でこの世界に尽くそう。ついてくるのかお前。ウィー、その方が君らも安心できるだろう。確かにオイラたちが見張ってた方がいいのか。何度でも言うが、君らは僕らの恩人だ。俺とタワーは君らのためなら何だってする。覚えておいてくれ。何だって。だタワーの契約者ロベリア、今この瞬間から俺の魔術は君のものだ。好きに使ってくれ。